皆さんこんにちは。またまたねこちらの店に来ました。こちらにね新しい、弁当がね発売されたということでまたまた来ました。情報を仕入れてですね視聴者の方から、安い弁当があるということでねまたまたこちらにお邪魔します。今日もねこちら買いに来ました。アジフライですね。これ買ってみたいと思います。あとはねこの海苔弁当これもね買ってみたいと思います。アジフライですよ。めちゃくちゃ安いですね。これをねちょっと買ってみたいと思います。はい、こちらね自宅に帰ってきました。いやー良かったです。このね人気の189円のねアジフライ弁当があって良かったです。見てくださいこのボリューム。ふりかけはついてるしね、また例のごとくねこれ特 A ランク受賞のねコシヒカリ仕様ですから、まあ、ご飯もぎっしり入ってますねこれね。普通189円だったらねなんかこうご飯が少なかったりですねおかずが少なかったりって考えられるんですが、もうねこちらの店の、弁当はねもうぎっしり入ってますよ。しかも A 級ランクのねコシヒカリが、いや最高ですね。アジフライの弁当だからアジフライのでっかいのが入ってるしね、あとまあちくわとかね。じゃあねちょっと開けていきますんでね。はい、食べていきます。それではいただきます。いかがですかこのボリュームね。ちょっと開けていきます。まあねちょっと少し冷めてたんでね電子レンジでもう一回チンしました。高級感ありますね。これ189円にしてはもうめちゃくちゃお得ですよね。ほんとねぜひ皆さんね、おすすめしますよ。こんな安くてね こんなにいやボリュームがあるね弁当ってもう珍しいですよね。最高です。はい、いかがですか。見てください。一応ねご飯とウインナーのでっかいの入ってるしね、それとねあとちくわですね、ちくわの揚げ物、それでこのでっかいね、アジフライが入ってます。それとコロッケですね、何コロッケかちょっとわからないですが入ってますね。それとねあと、キャベツ入ってます。いただきます。ふりかけもほら入ってます。これだけ出せり尽くせりでね189円って最高ですね。これはもうよくこれだけいろんな弁当をねメニューを出してきますよね。アジフライなのでちょっと食べてみましょうか。どうですかこの大きなアジフライね、最高ですね。うん、おいしい。あ、このでかいウインナー食べます。うん、おいしい。ご飯もぎっちりぎっちり入ってます。パンパンです。大盛りですねこれ。うん、おいしい。キャベツも
食べます。このコロッケは、なんか野菜コロッケっぽいですね。いただきます。おいしい。量がすごく多いですね。ごちそうさまでした。完食しました。完食しました。美味しかったです。もしよかったらね、どんどん食レポやっていきますので、激安、ね、食レポ、美味しい、食い倒れ食レポ、いろいろやっていきます。美味しい、食レポね、あと料理、食レポをやっていきます。よかったらチャンネル登録お願いします。はい、どうも。ごちそうさまでした。